ロギアに聞いたんだよ。また、恋だとか付き合うだとかって、どんなことなんだって。架空の依頼人が、その、不治の病、声の病を患ってて、それを治したいって。なるほど。そして聞いたんだよ。でさ、俺もうわかんないしさ、このゲー、このさ、うん、この街ってさ、伝言ゲームよくないじゃん。そうだね。だから本人に聞こうと思ってたんだよ。 ゆきんこにあなんかおはようございますすごいタイミングおはよう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 なんだ話忘れちゃったおはようなのだえっと富士のヤバイあそれで本当はね伝言ゲーム良くないから本人に話そうと思ってさ例えばダークヒーローなんかほら えっと、特別なシートがあって、うん、えっと、例えばえっと、車があってその隣に座るのがさ誰かみたいな、うん、独占欲が出たらみたいな話をしててさあ、うん、そう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 で分かんねえからさもう本人に聞こうかなと思ってさ、うん、俺がもしダークヒーローを他の人と組んだらどう思うって聞こうとしたんだけどどう思うかなあんまり良くないかなそれは。 なるほど、質問の仕方かかそうだから俺は考えたんだよメモ取ったんだでさんおうえ偉いあったら聞くことリスト、うん、1>, 1番今苦しいか聞くほうロギアがねあの、これは秘密ねロギアが特別市民の時に、うん、やっぱり恋心を抱い,抱いちゃいけないからヘルワンにさ気持ちを押し殺してた時があって、うん、なるほどでその時すごい苦しかったんだって あーそうあの状況で言えないけどでも本当はみたいな、うん、でなんかその自分の事情でなんかを言えないみたいな状況がちょっとさ、うん、ウキンコとリンクしてるように感じてさ俺なるほどなんか多分負い目があるのかなってなるほどねううんちょっと待ってどうしたの、うん <laughs> ちょっと、話があるんだけど分かったどこにさ行けばいいあのあの PY の横の僕の家の横に来てうん PY の横に家来てってゆきンに言われたじゃあ安ンその聞きたいことリストもう一度確認していいかあ分かったえっといくよえっと1個目今苦しいか聞くだからその ロ,えっと、ロギアみたいに苦しい思いしてないかなと思ってなるほど苦しいかなんだろうどうかな合ってる<今>うんいやまた、うん、苦しいかよりうん今今苦しいかあと今日感じたんだけどさうん寂しいって言ってたって言ったじゃん、うん、その思いをもうさしたくないなっていう <laughs> そうだねでロギアししい思いい思とかしてないとかね、うん、あ寂しい思いをしてないかって聞けばいい 分かった<お>えっと 2>, <お>2番「オッケー最近うんモヤモヤしたりすることとかないか」とか分かったなんかんロギアとその話をしてる時にさあのーうん、ほら他の人が例えば席座ってて例えば誰でもいいんだけど席座っててそれを奪いたいまではいかないって言おうとしたんだよロギアにでも、うん、白井さんの言葉が俺の脳裏に出てきてさうん 人の目なんか気にするなっていうのとさうんそれを思い出してロギアにそれを言うのはやめたんだよねってことは安ンお前は駅を取りたいんだなうん金庫の隣に座りたいんでしょうーん,うーんはっ早く行かなきゃ白井さん送ってくれたりするいいよありがとうちゃんと話せるかな 大丈夫。なんか久々ないよなあ<ー>、うん、まず、うん、ダークヒーローと,とどう思ってるか聞いてううん、うん。まずまあまずエグメ。うんうんうん分かったまずエグメからの印象を聞き、うんうん、その後、キックアス。キックアス。わ分かった分かったメモったよありがとうで見るのもいいかな分かった ちょっと、話してみるあ、うんうん気なみなことしか言えないけどうん俺は二人がもっと仲良くなったら嬉しいわかった仲良くなってみるうん、うん、頑張れようん、行ってくる行ってらっしゃいうん行ってきます僕の勝ちなのだ 急に。いや、あそこに隠れてたけど。あ、隠れてたの。うん。だが。つけられなかったから、僕の勝ち。なざま見ろ。俺はもう見破っていた。いた、いたよな、あそこに。あそこだろ。え。いたぞ。知ってるぞ。どこ、どこ。あの辺、あの辺のさ。あの横の辺にいたじゃん。ありがとう。お疲れ様。外れなのだ。え。外れなのだ。やるな。腕を上げたなら。ッっとある。あ。 もしもし。もしもし、あん。あ、抜けてんのか、こいつ。えっと、ね、聞きたいことがあったのだ。どうした。えっと、えっと、えっと。あ。きっちゃんは。うん<あ>。えっと。お酒は飲めますか、なのだ。お酒。うんお酒は。まあ、少々飲めるぞ。強くないのか。そんなに強くないな。すぐ寝てしまう。なるほど。 どうしたんだ。実はね、このー、これなのだ、これをあげたかったんだ。うん。おお。これお酒入ってないから、大丈夫なんだ。ありがとう、ノンアルか。そう。可愛い,いじゃんか。この夏を上田が作ってくれたのだ。おお、よかったな。うん。かわいい。ゆきんこ見てえじゃねえか。そうなのだ、僕にそっくりなのだ。最高だな、これ。僕、白雪姫だって。おお。 それは言い過ぎだな。は？なんでもない。そうだな、その通りだ。うんうんそう。姫だ。うん。ちなみにキちゃんは甘いの好きか？うん甘いの好き。甘いのと辛いのだったらどっちが好きなんだ？めっちゃ甘党だな。今回俺。じゃあそれすごくいいのだ。本当に。リンゴとヨーグルト味なのだ。わあ。両方好きなやつじゃん俺が。ありがとう。うん。やった。リンゴ好きなの？わあい。うん両方好きだ。リンゴヨーグルト。 リンゴヨーグルト好きなのだリンゴとヨーグルト美味しいよなうん。朝食リンゴヨーグルトあ美味しいのだそれシャキシャキなのだシャキシャキのやつだぞうんシャキシャキなのだ僕は朝食リンゴヨーグルトうんそうなんだ、うん、ち,ょちょっと待っててうんいやあのさうんどうしたダークヒーローのカクテルをさ今日一緒に作りに依頼をしに一緒に行ってほしいのあ今日からだね確かに ダークヒーローのさカクテルさきっちゃんにさ聞いたほうがいいかなえそれともさ秘密にしてさこっちでいろいろやってすそれさ鳥羽さんと口裏を合わせてもしアンジョーがダークヒーローのカクテルを作りに来てもその予約でいっぱいと断るようにしてもらおうあ、さすがなんだじゃあもう、のなんか、 なんかね、カクテルを作るのに色とアルコールあるなしと、うんあのー、甘いとか辛いとかとあとイメージを聞きたいって言ってたんだ今僕きっちゃんとちょっと話してきっちゃんのカクテルのやつは情報を集めたんだけど、うん、ダークヒーローのやつ別にきっちゃんに聞かないで今回参加できる大丈夫だか大,丈夫か大丈夫だ大丈夫だ終わったんだおもう心がこもってるかどうか、うん みんなアーティファクト行けるのか。俺は行かないよ。ちょっとあのやぶよがあって一瞬起きただけなのだ。<ー>俺はそうなのか。そうちょっと、うん、あの足折れた。あ俺も行けない。<laughs> いや。アンジョウユキンコどう？僕ちょっとやぶよで一瞬起きただけなのでそのあ、行けないのだ。ああ了解。も俺も行けなさそうだけど大丈夫？オッケー。 12時からだよな。そう、12時からオッケー。っけ <Okay>。おばさんにマしたから、そうだね。連絡入れとこう。僕、もう、あとはどれぐらい起きれるかわからないから。うん。いろいろやりたいのな。俺もだ。あの、布のやつの、ね。布もできてないだろう。あと、うん。いろいろ出かけたいのな。うん。 と当たり前だろだっていないんだもん全然いてもいないしえ違うのだこの前の何だったら僕結構起きてたのにキッちゃんさっそうと寝ちゃったのだって具合悪かったんだもん待ってたけど待とうとしたけど限界だったんだもんお大事になありがとうないいだろたまにはダモンって言ったってなんでダメなんだよええだろダモンって言ったって何なんだ 女の子がいたら可愛いっけどね。言ってみて。なんとかダモン。愛のダモン。ダモンなのだ。何言ってんだお前ダモンなのだって。<laughs> バカか。<laughs> 何言ってんだ。とりあえず出かけんのはもちろんだ。うん。それを言いたかったの？うんうんそうそうなんだ。じゃあ俺も予定僕のために予定開けろなんだ。当たり前だろ。開けてあるよ。でもなんか僕。 知っチャンがピーカツとかしてんのえどういうことピーカツ最近してないよ知ってる…さ最近はしてないかもしれないけどあれっきりしてないぞ俺これ知ってるのだなんか何が絶対なんかツイックスでうんツイックスでピーカツしてる女の子見たのだボクピーカツ誰だあれ以来してないと思うけどな

サラだろサラんか連絡違う違う違う名字がさだってなごめんごめん名字がさなんかあったよなんかね連絡あったぞ返事してないけどなんか星野サラだそうそうこれかねえやばいやばすぎ結婚しようって来てるえんえ、誰からあ星野サラ

ピーカツなんてしてないし興味ないし。やましくないから言ったんだ。何がおかしい？どうした？橋渡る。ん？何があった？橋のさらに結婚しようって言われてるんだ。え？橋のさらに結婚しようって言われてる？うん。さっき名字間違えたからさ。うん。 親しい仲じゃないのかって思ってたのに結婚しようって言われてるのな、えー、やっぱりカクテルやめようかないやまたゆきんこなんでだえなんで今星野紗来なんかムカつくのだ倉こらもう一人が二人ぐらいおるかもダークヒーローとしてじゃなくアンジョにムカついてるんじゃないかうんだって結婚なんてならないのだ あいつが絶対なんか思わせぶよなことしてなんか結婚しようってしかも女の子から言わないのだ。<laughs> 整理してみよう、アところで待機してますキックはそう。でも、ひょっとしたらだよ。高速安城面白いだろ。面白あれアあれ？安城でもほら、頼りがいある。ないのだ ヒゲが生えてる。嫌いなんだヒゲ。安城そういえばヒゲ切ってたな。いったんてない。っないずっと俺と安城ヒゲ剃ってたぞ。そういえば。う、はいまあ、一回だけ剃ったのんな,、ね、なんか僕と動物園にいたんだけど、うん、僕がヒゲ嫌だって言ったら、その時一回剃ってたの。安城はほら、優しいでしょ。

にしか見せない優しさ、あると思うよ。どんなことなんだそれこそさ、シーカが髭剃ってとか言ったとしても、おーせセーフィーとか言って絶対剃らないし。<laughs> <laughs> 絶対剃らないだろ。うん、わかんないのだ。うん。でも、アンジョーはね、ユキンコが笑ってる時が一番嬉しそうだよ。 め目線はいパツ殴ってよろしてやろう。<laughs> チーズもとろけちまうぜえいおい<あ>なんで急に出てくるんだこれなんだえい入いたなんで急に出てくるんだこれでいいのだそれでいいのか、うん、今のでいいのかうんそっかならいい何の話をしてるんだ 了解。で、結婚するのか結婚するわけないだろう。なんでしたくないもん結婚をしたくないうんなるほどなしたくない人としないだろう結婚したくない人とうんなるほどうん。お前出んな出んなすぐ話できねえからなんだ話なんだよ言ってくれいいかああ終わった ちなみにこの町は伝言ゲームよくないからな伝言ゲーム話がこじれるから本人に話した方がいいんだ僕伝言ゲームなんかしてないの伝言ゲームしてないそこでそこで伝言ゲームしてない <laughs> し,てしてないのだうん何言うけど伝言ゲームなんてしえぐみがじゃあきっちゃんを殴れてたって思ってるのかうんうか <laughs> 言ってないのだそうなのか僕が イイライラしたたたから当たっだただけなんだなんんでイライラしたんだえぐめにえぐめにイライラして俺に当たったのか <laughs> 全部間違えてるじゃないか <laughs> どういうことだ <laughs> 夢がハンバーガーガみたいな顔してるからなんだ確かにそれはまあ確かにそれは腹立つよな、うん、分かるえっ余計まだ大丈夫か時間うんあと2分でちょっと僕ちょっと行かないといけないほんとにすごい時間ない4つ質問あるから多分無理だなじゃあ1個だけ 1個だけじゃ聞くか。うん。えぐめの印象はえぐめの印象ななんでスマホ見てるんだえ、な、何も見てないぞ。えぐめの印象うん。なんか親戚のおじさん。キックアスの印象はキックアスの印象変な人。まだもう何時間はい。もうなさそうだな。最悪じゃねえか。印象。 最後回収したらヘリ入れる近所のおじさんと変な人まずこれを聞けって、うん、あんじょ見てるとまだムカつくうんムカつくのだ安 <laughs> んじょうがさ、うん、えなんで星野さんと結婚するとムカつくのそうよ これわかんないけど。うん、でも安城はさ、な、うんだろうな。いい安城は、はい、多分、うん、いや本人に聞いてみるといい。何を <laughs> 何を聞くのな。 よくわかんないけど、きっちゃん、なんか。絶対。変なのだ。知てるじゃん。超変。うん。いつもじゃない絶対にえぐめたよね、電話。違う,うんなんか、いつも。違うっていうか、なんか。なんか。カンペ用意してるみたいな感じで、スマホ見てるの。<laughs> ああ、あのー。うんー、なんだっけな。確か。なんか、誰。 か罰ゲームかなんかやってるのいや<れ>そんなことはない絶対ない大丈夫安城なりに多分あの久しぶりに会うから緊張してるんじゃないかまあ僕もちょっと久しぶりすぎてうまくしゃべれないんだあやっぱあるよな前までは普通にしゃべれてたのにねうん,なんでだろうな何でなんだろうあのーうん、まあ安城とゆっくり話していてもがたんがはいはいはいえだい あ、大丈夫だ。あ、もうちょっとだけ大丈夫な。あ、本当か。うん。そしたら次行くぞ、うんいく。うん。次行くぞ。うん。聞きたいことがあるんだ、ゆきんこに。うんうん、今苦しいか？まあ。病気だし。違う。薬飲まないと。それはそうだけど、うん、それじゃない。それとは別に。それとは別に？うん。いや別に。うん。 それ何が何がそれなんか怪しいのな連絡取ってんだよえっしてないって俺は本人に伝えるのが一番違うよ忘れちゃうからメモっただけだよメモってるメモったよ忘れちゃうもんだってなんで忘れちゃうんだ忘れちゃうだろ説明下手なんだから俺それそれはそうなんだそうでしょう今 寂しい思いはしてないか寂しい思いああ,あ、ありがとううんまあ、ちょっとだけなんでしてんだ、寂しい思いもう、きっちゃんと遊べないからなかなか最近よく言うよあ <laughs> <laughs> 本当に遊びたいと思ってるか思ってるのだ本当かでも、忙しくて、こう、いろいろと出かけてたら 謎解きとか約束してたやつとかやってたのかなか合わなくてやっと終わったと思ってカクテル渡そうと思って行こうと思ったの安城じょですとか言って,っていやだって <laughs> しょうがない <laughs> それはしょうがないじゃんかいつも僕より後にいるのにさいつもいつもいつもいると思うなよ俺が当たり前じゃないぞうんそうだろうんえだからそれは遊びに行こうて、うん、か布いつやんだよ

いいやつはさだって顔見たらさ安心するじゃん多分うーんなんでイライラするの<や>俺が固定パーテンでもなんかさ、うん、最初は最初僕がきっちゃんと出会ってうん一緒に遊んだりしてた時はうん安心感あったんだまあ確かに,かみたいに確かにな、まあ、なんかこの町のことよく分かんなくてうん彼れとやったの 心細い、君に切っちゃうと、うん、あの、切っちゃんだってなったし。あの、うん。合同の時、誰もいなく。安心感はあったんだ。でも。うん、最近は、なんか、ムカつくのな。見るなんで、そんなになっちゃったんだよ。<laughs> アンチじゃないか。<laughs> なんで、見たら、ムカつくってアンチじゃないか。<laughs> いや、うん、そうかも。えぐ。判定アンチか。大体。なんだよ。大事な話したら、何なんだ、その格好。だって、こっちの方が話しやすいんだもん。 顔見えねえし。こっちの方が話しやすいじゃん。なんで？こっちの方が話しやすくない？えだってそれ息苦しそうなんだ。嘘。かようか。でもこっちの方が話しやすいんだもん。いいキッカアスの方が。最初キッカアスキッカアスで会ったしさ。今いいけど顔があんま見えないからなんかどんな表情で聞いてるのかよくわかんないの。そうか。それはすまんかったなう。うん。 それはすまんかったなーだからかよ、聞かねよねお前の殴りなんて聞かねよ言っとくけど僕強いのだ殴ってみ痛くねえからマジで最近最近よく捕まって、うん、筋トレしてるからやってみ全然痛くねえマジで強いのだあっえ、ま、れちゃった <laughs> えっえっえ骨折した やるじゃないかえあ、もうやばい筋トレの成果出てるないいパンチだ病院いや大丈夫だ全然痛くない痛いふりしてる痛いロールプレイしてるだけだ大丈夫大丈夫だ僕そうなって死んだのだいや平気だ今痛いロールプレイしてるだけだ大丈夫だからさ布をさ早くやろって言ってるじゃんいいからそんなことよりさ布をやろうって言ってるじゃん いつやるのねえ次入った時やろうなのだ連絡してきてってわかんないからさ、いつ入ってるかあんた無線で聞こえるの何がお気持ちだなあなあなってやつあんたんじゃわかんないよいやわかるのな電話してくれっておわかったけどうんえおやすみなさいなのおやすみーんな男寝る だからとりあえず電話してくれそのわかんない。あんにゃーかーなって何言ってるかわかんないよいつも何言ってんだと思ってやったんだ最初の無線を耳に言うこんだ甘草かなと思ってさ僕の声僕がと聞き取れないってこといや聞き取れるよじゃわかるじゃんわかるよやすみーねえちゃんと使ってる俺があげたやつ使い切ってるちゃんと ごは、うんなんか <laughs> いろんな人にご飯もらいすぎてうんあ,あのきっちゃんの車なかなか周りがいるときに出せないから確かにあれは出したらダメだ<う>あれ宝物だからなから宝箱だからなあれてしいかな出すもんじゃな、ね、いだから,だからなかなか取り出せなくてうんうんまあ今度な,なそれ食い,るぐらい食い切ればいいんじゃない回ったときに遊べば遊んだとき<ー>まあ、とりあえず 俺は預金庫が言ってくれたら、そのーさ、うん。いや、あのー、僕が他の人からもらったご飯、全部食べてよ、代わりに。あ、全然食うよ。俺はすぐ腹減るからさ、全然食うよ。全然食べる。あ、すぐ太、すぐ太っちゃうんか。うん。じゃ、俺は食ってやるわ、代わりに。うん。そしたら、きいちゃんのやつを消費できるのだ。そうだな。そうしよう。あ、これもらうわ、カクテル。あ、うん。あ、う,ん、うえーうん。うん, <laughs> うんー、これうまっ。 これすごいうまいねこれそうなんだこれすごいおいしいのだおい美味しいよまだ一回も飲んでないけどあじゃあ乾杯あ僕も飲むの乾杯俺今三杯目だよ乾杯飲みすぎます。<laughs> 大,事大事に飲めるの1杯1万円なんだこれでもさ腐らした方がさやだろそうだけどだってこれもうあこれもうないのかうまっ分かんないい,いつまでかなあでもこれなんか期間が変わる と、期間期間中しかいろんな人が買えないらしいのだ。あそうなので、期間が終わったら、うん、買えその本人と作った人しか買えなくなっちゃうらしくて、カクテル作ってくれる鳥羽さん、うん、にあの、期間が過ぎて、うん、もうとときっちゃんとえぐめは買えるようにお願いしといたのえぇホンかい <laughs> <laughs> 本当は うんありがとう毎日買うようん毎日買いに通う欲しいって言われたら買ってあげてなんだいいじゃん毎日通うようんあの一月以降もさうんそうしてほしいなこれ飲みながら待ってるわうんバカがしっちゃんのがバカなのごめん間違えた日本語今うん。いや僕は否定しないけどうしっちゃんがバカなのは えど <laughs> 俺がバカなのをゆきんこが否定しないのうんややこしいだろ <laughs> ややこしやややこしいことすなえ、で、聞きたいことも終わりかうん終わったら僕ちょっと行っちゃうあ、そっかごめんね、時間があれかいいよ、大丈夫大丈夫行ってきな、うん終わったのだうん、ありがとね大丈夫病院まで送ろうかいや、全然大丈夫だよあ<っ>痛くも痒くもね